んにちは、かくすけです。スライクーパー2、怪盗スライクーパー2、続きをやっていきます。前回、ベントレーがそこの噴水の水を止めました。で、次はスライがですね、こちらのクジャじゃなくて、トラックからバス、鍵を手に入れるっていう内容だったんですけども、そのトラックがですね、どこにあるのかわからないのでございます。ですので、こう、あっちか。 OK、 あっちですね。あの人を追いかけてまたポケットから取るっていう感じだと思います。動いてますもんね。よし、わかりました。それでは上から行きましょうね。いや、やっぱね、上からっていいよね。スライくんの技ですよね。スライくんの特技は本当に使いやすくて、やっぱね、ワンから使ってますからね。あっちの方行ったよね。うん、あっちの方ですね。 OK です。こっちの方行って、あっちの方行って、よいしょ。うん、この人ね、わかった。よいしょ、よいしょ。あ、もう手に入った。早っ。OK、 噴水に戻って交換してください。はい、よいしょ、よいしょ。噴水に戻って、交換とは違うけど、あれですよね、ベントレーたちに渡せばいいんだよね。よいしょ、よいしょ。あ、違うんだ。よいしょ。まあ、意外と敵は少ないから、おっと、上に登って、よいしょ。 OK、 よいしょ、よし。で、あそこに登れってね、いけるかな、こっから。あー、こっちからか。ほーい、うん。で、こっから登って、はい。ん？ん？え、ここに登れって言ったよね。あれ？あれ？あ、そこか。下ね。はい。渡しまーす。了解。修理トラックまで移動しよう。はい。あ、そっか。あとはスライ君に任せる。で、こちらはこちらで修理トラックへの移動が次の目的ですね。この建物で見えないのかな。どこだろうな、トラック。あっちですね。いいよいいよ。あっちの方は敵はそこまでいなかったはずだから簡単に行けるんじゃないかな。こっち行って、あっち行って、いる？いない？あ、いるけど、お、こっちに来るか。逃げろ。上登れる？まで。よいしょ、登ろ。 OK、 いいね。で、修理トラックっていうのはもっとあっちですね。あの人あっち向いてるから、おっと、ふへー。まあ、そういうのがね、ダメなんですよ。あ、マーレが、マーレがおとりになってくれた。よいしょー、逃げろー。こっから登っていけばいいのかな、多分。よいしょ。ここまで行けばもう大丈夫なんじゃない？来る？敵。おー、あ、大丈夫ですね。それはいいんです。あ、あっちだったかー、目標は。あ、帰ってくれましたね。ふぅ、よかったよかった。こっちからってどうやって帰れば、あ、ここか。よし、帰ってくれた。あと、ちょっとね、レーダーが欲しいですよね。処理トラック、これ？あ、これか。僕が運転するマニュアルは得意なんだ。そうだよね、マーレうまいもんね。 お次はナイトクラブ。運転支援飛んだな。クジャクの看板の上か。はい、クジャクの看板の上、また登り直しですね。よいしょ、よし。から、よいしょ。
で、こっからほい、ここに入って、いや道覚えられないな。そうやってね、クジャクの看板の上とか言ってくれるといいんだけど。ほい、おー、修理トラック暴走です。オッケーだ。今そっちに向かってるよ。フックを掴む準備をしてて。スライの方にかけやるんですね、多分。あと、かったほい、オッケー、いいぞ、引っ張れ。ガードに見つかりました。トラックを死守してください。あ、ちょっと待ってそんな、知らないよそんな話。うるゆるさん、よいしょよいしょ。あ、痛い、やめて君たち。よいしょよいしょ、あと君だけ。いや、まだ来る。よいしょ、よし。でも一回あの連続攻撃を受けたらもう、いや、そっちからも来たか。よいしょ、オッケー。あ、まずい。よし、大丈夫だよ、来るなら来い。こっちの方で守ってるから。よし、ほいほい、オッケー。よいしょ、許さないぞ。よいしょ、よいしょ。自分の攻撃もなんかガチャって言ってるけど、ゲージは減ってないよね、多分。よし、よいしょ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 、よし、倒したぞ。よいしょ、よし、ほほ、うん、あとこの人だけかな。よし、いいぞ。よし、ガチャーンとやって、物理学に幸あれ幸あれ。なんだそれオーケー、クロックベルクのフェザープレートをいただいたら、はい、立ち去りましょう。ベントレ、テンション高かったな今の。物理学に幸あれ。あ、物理嫌いの私としてはそんなことは絶対言えないな。あ、出たこのアライグマ、ミーのアジトを狙いに来るとはクールじゃねえぜ。ほっといてくれたっていいじゃねえか。なあデミトリー、お前さんはそれがどんなにヤバいものか知らないだろう。そうですよね。ようこそ。あんたいい格好したようだが、テイスト、スタイル、ビジョン、ミーみたいに一発のクロート気取りのようだ。いいか、ミーたちは同じ穴のムジナだ。だから協力しよう。手を結ぼうぜ。あの金見えるか。金は好きだろ。金ならいくらでも手に入る。ミーは、いや、あんたとクローギャングの好きにはさせない。クロックベルクを復活させてたまるか。そのフェザープレートを渡すんだ。こいつがなんだって言うんだ。見る目がないのか。ミーの言ってることが聞こえるか。お前に分があると思うのか。騙そうと言ったってそうはいかないぞ。やれるものならやってみろ。手の内を見せろ。どうすればミーも答えてやる。何をギャーギャーわめいてんだ、ダサいスーツで。お、これは切れるぞ。お、なんかいいじゃないですかこの感じ。よし、戦闘だぜ。うわぁ、怖い、わちゃわちゃ言ってる。うわぁ、読んで、わちゃわちゃ、うん、あ、動いた。2、3、4で、わちゃわちゃ1、2、3、4で、わちゃわちゃ。 OK、 1、2、3、 4回目は打ててない。よしよし、嘘。うわーん、うわーん、うわーん、うわーん。あ、壊しちゃった。あ、やだ、やだ。よいしょ、避けて。よいしょ、よし。あ、もう一回来るか。1、2、3。あ、いた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 。4回目は失敗。1、あ、壊されてきた。2、
さん。よし、行くぞ。わちゃわちゃ。よいしょ、逃げて。あ、食らっちゃった。うん、うん、オッケー。よいしょ、壊して避けて攻撃かな。うん、よいしょ。当たってるかな、ちゃんと。当たってないかもな、さっきの攻撃は。あ、いや、当たってる。オッケー、オッケー。おっと、またあれが来るのか。2、3、うん、変わらずですね。まあ、一回、1、2、3、 OK。 で、ここで1、2、3、よいしょー。 OK、 いいぞ。しばらくは接近戦で。あ、あれ、負けた。負けた。嘘。いつの間にそんな食らってたんだ。まあ、分かりましたね、やり方は。はい、1、あ、嘘嘘。1、2、あ、さっきの食らったのも含まれてたのか。1、2、3、 OK、 OK、 避けて、 OK、 避けて。まずい。オッケー、避けて。おー、食らうぞ。よし、逃げるか。オッケー、ここで避けられるかな。1、2、3、オッケー。よし、1、2、3、オッケー。ここ、あ、避けた。1、2、3、よいしょ、よいしょ。避けて。1、2、3。あー、それ壊しちゃったよな。できるだけ壊さないようにしたいんだけど、壊しちゃうんだよな、ちょっと。あ、痛い。あ、あの敵も壊しちゃうのか、これ。デミ取りね。よし、逃げた。来るよ。1、2、3、 OK。わちゃわちゃで、1、はい、壊れた。2、3、 OK。 よいしょ、よいしょ、避けて。来る、よいしょ。あ、うまく、うまくいかない。よいしょ、避けて。そこにね、乗っちゃうのがちょっとな。あー、暗い。あー、食らっちゃった。この人の一発の攻撃力が高いですね。あ、倒した。あー、やった。もう溜めて攻撃。お、これは、おっと、痛いぞ。お前がミーのクロックベルクのフェザープレートを取れば、もう終わりだ。なんで。お前は怪盗、怪盗が偽札を作るなんてプライドゼロだ。そうですね。この生意気な。ふう。お、手に入れました、フェザープレート。使い方も何も知らずに使われてましたからね。それなら別に、使われてても別に構わなかったかもしれないけど、ね、俺と仲間たちはこうしてクロックベルクのフェザープレートを取り返し、デミトリの偽札作りは幕を閉じた。ただ、予期せぬカルマリータの登場でちょっと逃走計画が狂ったけどな。あららら。俺を逃がしてよっぽど悔しかったんだろう。カルマリータはナイトクラブを閉めさせ、その苛立ちをデミトリにぶつけていた。俺たちはその後1週間モナコで過ごした。ベントレーは新しく考案したカードゲームの裏技を試してみたいと言ってたし、ま、たまにはバケーションも悪くない。ベントレーなかなか悪いことしますね。カルマリータちゃんは相変わらずな感じなんですね、今回も。はい、ということでエピソード1クリアでございます。次に
こちら、うん、かっこいいトラちゃんかな。エピソード2入っていきましょう。あー、ごめんなさい。スパイスの危険な香り、丸ボタンステージを始めます。よし、行くぞ。かっこいいぞ、みんな。クロックベルクの次のターゲットがインドにあるとの情報を得た俺たちは、うん、荷物を車に積み込み、ラジャンの元へと向かった。うん、かっこいい。小さい時はカルカッタで路上生活をし、そこからのし上がった男。彼の犯罪歴は違法な気持ちよくなるスパイスを売っていた頃に遡る。うん、気持ちよくなるスパイス。手を広げていった彼は、うん、やがて裏の世界で一流のクローギャングの一員となり、それ以降ラジャンと名乗るようになった。うわー、いいな。自分の所有する城で開く豪華なダンスパーティー。開く理由は主に手に入れたばかりのクロックベルクウィングを見せびらかしたいだけなんだが、あ、しかし同時にそれは俺の敵ということでもある。もしウィングのシルエットが闇夜に浮かぶのを見たら、その時はもう手遅れだ。ラジャンは多分ウィングを飾れば名声が手に入ると思ったのだろうが、だがそれは俺を呼び寄せる合図でもあるんだぜ。あらあら、ただの飾りのつもりだったもんね。よし、やっつけちゃいましょう。うん、スパイスの危険な香り。お、なんかカルマリータちゃんとスライのなんかおしゃれな感じの絵がありましたね。よし、次はどんなステージなんでしょう。うん、とりあえずスライ、あ、アイテムを購入してみようか。お、増えてるね。51円しかないの？あれ？やられたからかな。じゃあスライド行きましょう。ダンスホールへ入れるところを探すです。おい、パーティーに誰が呼ばれているのか見てみましょう。はい、誰が呼ばれてるんでしょう。ビジョン、おーあー、びっくりした。ダンスホールの偵察からですね。ここもボトルがありますよね。集めたいな、せっかくだから。ゾウさんがいるぞ。あっちに行けばいいんでしょ。どうやって行くんだろう。あー、びっくりするよ君たち。あれ、こっちから行っていいのかな。うん、こっちだと前のステージに戻りそう。ゾウさん、ゾウさんやっつけないとダメなの？お、あ、痛い。痛いよ。でも回復、すっごい回復しますね。ゾウさんやっつけなきゃいけないのかな。よいしょ、やっつけて。ゾウさんはやっつけられないな。え、じゃあ、あ、こっちから。川を渡れるのは、うん、あの尖った石の上しかなさそうですね。尖った石。ポイントジャンプのやり方は覚えているですか？うん、覚えてます。おい、俺がご先祖様の偉大なテクニックを忘れるとでも思うかな？ブルーのキラキラをめがけてジャンプ。丸ボタンを押せばポイントジャンプさ。そうですよ。その通り。さ、やってみるです。よし、実践です。もう慣れたもんですよ。ほいしょっと。よいしょっと。よいしょ。あ、よいしょ。はい、ボトル発見。あのとこにはボトルはないかな。じゃあ行きましょう。こっから渡って、お、またボトルがあるぞ。ほい、はい、あ、なんかいる。ふう、怖い。いませんよ、誰も。よし、あれは持ってないかな。おー、かっこいい。あ、さっきのが正しい感じだったのか。今までのは間違ってたんですね。でもうまくできないな、あんなの。でもなんか蛇ができそうだけど。おっとー、危ない危ない。あっちにいるんだ。あのねー、
ボトルとかあるから集めたい、探索したいですね。お、ボトルの音、上かな。よいしょよいしょ。やっぱボトルを集めるのはスライじゃないとちょっと厳しいですよね。で、さっきそこにいたな。いける？帰ってくる？ひょっとして、あー、上に行こうかな。うん、上からなら、よいしょ、ボトルの音もするし、よし。戻ってくる？いっぱい持ってるな、お金。まだ持ってるな。よし、 OK。 あ、手に入れたよ、なんか金のペンを。おー、うまくいったぞ。またで、またボトルの音。あ、こんな近くにあったのか。よしよし、いいぞ。おお、ここにもボトルがありまして、おお、なんかいますね。儀式的なことをやってる人。大丈夫？他には、あー、いるな。ちょっと隠れようか。で、ボトルの音、オッケー。あ、ボトルの音でバレた。ふふん、怖い怖い怖い。バレた。落ちろ、君たちは落ちておくれ。いやー、ちょっとね、お金いっぱい持ってたから盗みたかったんだけどな。バレちゃったか。あ、ここで先に進んじゃうのか。ちょっとまだ探索したいんだけどな。まあ、結果的にこのステージを進めてたら多分いろんなところ探索することになると思うんですよね。だから行っちゃいましょう。はい、ホールの上へ忍び込むいい方法を考えたです。はい、あ、ただ問題はあのバルコニーの扉へ行く方法がないのですが。ん、大丈夫、通れそうなルートがたくさんある。俺に任せろ。はい。あるかな。こっちの方なんか見てたね。ここの上ってことかな。うん、上に行け。おー、あったあったあった。よいしょ、こう行って、ほう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 。こう行って、暗いなぁ。よいしょ。こう行って、お、こう行って、よし、行けますね。さすがスライ。軽いもんですね。これセーブされてるのかなぁ。よし。バルコニーのドアには近づいちゃダメです。はい、見つからないように気をつけてください。わかりました。カーテンの 裏からスパイカメラで偵察写真を撮る。ほうほう、撮るところまで今回動画にしましょうか。クロックベルクウィング、重そうです、うん、重そうだね。これはウィングを盗むのは大変そうです。そうですね。もう一個のウィングもっていう感じですね。よいしょ。カーテンの裏からって言ってたけど、まあ、普通にこっからでいいかな。はい。ウィングは像にくっついているようです。うん。で、ラジャンも取らないといけない。あれか、ラジャンは。あれが、ちょっと後ろ向いちゃった。ラジャンのやつ。招待客を感心させるためにずいぶん気張ったようですね。で、電動ウィンチ、電動ウィンチ、あ、真ん中かな、違う、間違った。電動ウィンチ、え、どこ、どこだ、ん、どこだろう。あ、上か。電動ウィンチか。使えそうですね。あ、たごめんなさい。招待客の写真を撮ってみるですよ。あ、招待客の写真まで。もう大変だな。お、ジーンバイソン。ジーンバイソン。クローギャングの一員で北アメリカのボスです。へえ。この人も後で倒すことになるのかな。
で、もう、あ、違う人だ。クローギャングのメンバーであるビジョン。鳥ちゃん。外来技術を得意としています。へえ。この人は違うね。これはもう取ったでしょ。あ、いろんな人、あ、クモさん。あれがコンテッサです。コンテッサ。インターポールでも地位の高い牢獄長です。多分ここでは内密にラジャンのスパイス取引を調査しているのでしょう。調査中なんですね。ナイラとカルマリータもいますもんね。なんか調査中の人ばっかり。お、あ、カルマリータじゃん。カルマリータもいるじゃないですか。綺麗、ドレス着てる。ラジャンを内密に調べているのでしょう。はい。うわー、カルマリータちゃん、もっと近づきたいよ。もうこっち向いてるじゃん。うわ、似合ってるね。いい足してるね。もうどっか行っちゃった。髪結んでたし。あれ違うよ、君のことは知らないよ。あ、バレる？大丈夫だね。あとはナイラ巡査だと思うんだけど、オッケー。ナイラ、彼女も私服警官です。うん。気をつけてくださいよ、スライ。このパーティーは警官でいっぱいです。確かに、私服警官ばっかり。それで必要な写真は全部です。はい。アジトに持って帰ってください。ミッションを練りましょう。オッケー。新鮮ですね、こういうクエスト。ん？こういうのもあるのはね、ミッション。お、帰りましたか。クロックベルクイングは人が大勢いるダンスホールにあるので、それを盗むのには彼らの気をそらさないと。そうですね。それに厄介なことに私服警官がいるのです。ねえ、彼らを上手に使えればいいのですが。ああ、どういうミッションで行くにしろ、早かれ遅かれラジャンのセキュリティヘリと会うことになりますね。ま、マーレーなら現地にある武器で対応できるでしょうが。ああ、だがスライが吊り橋を下ろさない限り中へは入れないです。あのゾウさんも何かするみたいですね。ゾウさんを何とかして吊り橋を下ろす。で、マーレーがまた射撃系のミッションっぽかったですね。難しいもんな、このゲームのそういうの。よし、はい、ではちょっと待ってよ。シーフネットで54ゴールドじゃなくて540。あ、これ売ろう。売る、売る。よし、661号。 G じゃなくて6だったのか、あれは。じゃあサイズチェンジャー、クロスボウでガードを攻撃し小さくする。へえ、うん、通常より高くジャンプできる。うん、サイドステップで敵を避けられる。高くジャンプできるかな。うん、購入。じゃあ今回はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。